はいどうも。昨日やっつけたですね、ジムがもう3万2000まででかくなってましたんで、で最近その頻繁にですねこういった現象が起きてます。でやっぱりあの強色ですね、まあ、強い色のこの色の方が、まあ、出られてるってことでやってますというか、まあ、この色たちがね強いんで、まあそんな感じですね。で、まあこれをですね、まあレベル10のものをその6体で10体飛ばすっていう、そういうね発想のものを上げようとしてたんですけども、手始めにですねやっぱり訓練っていうのも必要だと思うんで、まあそういったものも兼ねてですね、まあこの辺を叩いてみようかしらという感じで、まあ、本日、まあ、カメラを撮りました。はい、でですね、まあこんな感じで、いいのかなっていう感じですね。まあいけるのかなとは思うんですけども、はい、まあ海流がやっぱり強いですね。この海流は本当に強いです。まあこんな具合で、こんな強いんですね海流って。まあ CP もね結構離れてるっていうことで、まあそれもあるんでしょうけど、強い。まあシャワーズはですね HP が高いキャラでとても優秀なねキャラなんで、そのシャワーズを、まあ、バッタバッタと、まあ、削ってきますね。非常にいい戦いだ。まあ今ねカビゴンの出方を待ってたらやられてしまいました。でも捨て身でいきます。この辺でサンダースと。あら、まあここもね捨て身でいきます。あら、当たんなかった。
まあ、捨て身で行く理由としましては元気のかけらがいっぱいあるんで、それで捨て身で行ってます。そろそろかな。まあ、これも捨て身でいきます。これはあまりにも合わないな。変えよう。あら、シャワーズ。まあこの感じでは、まあレベル10のねものを叩くのは、まあその入ってる個体にもよるんでしょうけど、うん、なかなかハードルが高いですね。まあ今のでも、まあこんなもんなんで、でこれだけやられてるんで、まあでもなんとかやってるうちになんとかなると思いますね。キャラにも、キャラのね、育成にも、労力をね、今後削っていこうっていう。で、事務戦は、どっちかっていうと、弱めに。ただこのね、動画をアップするっていうのは、そうですね。まあできれば、毎日上げていきたいなっていうところはあるんですけども、まあ試し試し、まあ、やっていくっていうことで、ここはお尻は、でここシャワーズ固まってるんで、どうしようかな。一体変えたいですね。これはみずみずなんで、まあ1体は、まあ、3台入れて、まあ1体は、お化け行ってみようかな。ゲンガ。どうなんだろう。お化け対水。はい、
避けきれてないですね。はい、お化けを見たいですね、シャワーズ。これで大技を一回放ったら見てみましょう。あら、来ないな。あれ、ありゃ、これでウィンディーになると思うんですよね。あ、もういったいった、変えてみよう。ゲンガ、だってどうなんだこれ、一回やったかな、これ結構使えますね。うん、まあロスは全然ねいいんですけど、元気のかけらがあるんでね。でこれでウィンディ、だいぶやられすぎですね、これは。前回より質が落ちてます。うん、まあこんな具合ですね。うん、面白いことを考えました。半分縛りっていうのを全部ねロスにしてもいいんで、半分縛りっていうのをやってみましょう。でまあ今回はこれできないんですけど、まあ徐々にね倒れていくことによって、そのポケモンがねかけらのみで復活をさせて、で戦うと、もう帰るか。でシャワーズ、いやサンダースか。でで、ね、1体保険でマフロのやつを入れて、でまあここもサンダースも来るのを一体入れてと、で半分のが1、2、これは半分じゃないと思うんですよね。まあ倒れてないんで2体かな、2体と半分以下が1体かな。もうやっていくにあたってね、新しい発想が生まれてくるんで、こんなのやりたい的なね。
マークは放てればいいんだけど、ああやられた。今のはきついな。カビをこの海流のみでやっつけたいんですけどね。うまくいくかな。あ、食らった。ああ、これはないな。これで。まあ、みずみずなんで。効率は悪いようには見えるんですけど、一発のと一発の間が、技感が短いんで、割とね、案外というか、やれるもんで。あー、もう、なんとかなるかな。これはなんともならないな。この後にウィンディがいるんで、でもまあなんとかね、チャレンジですよ。まあ大技をさすがに3発かな食らったので、いやー4発これはもうどうもならないでしょ。もう一体いた。まあお話になりませんでしたね。半分以下1体と半分の2体入れてダメだったと。ただね、直すべき点はありました。それはね、逃げ切れてないこと。これを直そう。それで、やっぱり このシャワーズが重なってるのがどうなんでしょうね。これでね、あら、この2381は元気のかけら縛りではないんですけど、あとは元気のかけら縛りかな。
いや、動画も随分長くなってる。まあ全力でいけば3万2000くらいでも、今のはそうですね、30分ではダメですね。40分、まあ5万のジムで1時間半なんで、あら、だからまあ40分45分はかかると思うんですけど、お、早いもんな、本当に。大技を振ってからの次の動作までがこの帰りはピカイチなんですよ。この速度ですからね、この海流は。はい、どうでしょう。で、このシャワーズの連発が答えるんで、で、ここをフルのナッシを入れてね、戦ってみましょう。ああ、もうさっきもやったのに同じ。あと3体ほどいたような気がするんだけど、あら、全然お話にならないですね、これでは。どうなんでしょう。お話にならないですね。ここはもう2度やってダメだったんで、フルでね、ガツンといきましょう。
あら、補正入らないか。あれ？あら。
もう小技でウィンディーシャワーは行った方が早く決着つくかもわかんないですね。ものによっては、まあその個体によるんでしょうけど、早いシャワーだったらもうガンガン小技で行った方が帰りを使ってみますね。この帰りめっちゃ遅いんですよ。めっちゃ遅い帰り、これでもかっていうぐらい遅い帰りなんで、まあこれは早い海流ですね。これ今早い帰りですよ。で変えてみます。こんな遅いんですよ。こんな違うもんなんですかね。すごいこうもう使っててですね、使いにくいです。だ大型のシャワーズではなくて大型のものに合わせればいいんですがね、このこういった海流は一撃一撃が重いとは思うんですけど、全然ですよ。もうこれならばもうサンダースでね叩いた方が全然軽くて早い、うんですけど、あの海流はね使い方が難しいですね。なのでそのジムにね置いてきたってたんですよ。だからまあまあどっかね落ち着いたジムがあったらまたジムに置いてこようと思うんですけど、ギャラドス行ってみよう。どう？
ャワーズが早いね。一撃の小技の一撃のスピードは速いんですけど、多分速いシャワーズと同じぐらいかな。同じぐらいで、その1回1回の攻撃が小さいですね。まあシャワーズも大きくはないんですけど、あまり良くない。いや長いな、もう40分だから。あそこの最初の部分が良くないですね。これを変えよう。これといってね、あれ、ニドキングは使ったことないかな。ウツボット、最近手に入ったんですね、この子は。答えが重いですね、この子。まあどうなんでしょうね。半分、まあ体力はそんなにないここだと思うんで、防御力はあるけど、防御力と攻撃力があるのかな。あと個体が重い。さあ行けるか。あら、あら、やられちゃった。私の方が今早くやられたんですね。いや、早いな、この海流は。これはどうなんだろう。あ、これもなかなか見ものですね。ウィンディ海流。ただやっぱシャワーですね。一発が、あららら。ああ、ちょっと。あら、なんだ。ニドキング。どう？ニドキング。どうこれ。わあ、全然ダメだな。まあ改善の余地はありますけど、なかなかどうなんでしょう。ウツボさん
うつぼさんもなかなか動けた感がありますね。うつぼさんもう一回行ってみよう。今度はね、本気押しで。うつぼさんも本気ですからね。いや、ちょっと、ちょっと。食らっちゃったらな。ちょっと。うわ、海流強えな。これはシャワーズの方がいいんでシャワーズにしますけど、一撃がでかいこの子です。そろそろ来る。よし。でこれで大技を2回繰り出すとね、相手が大技振ってくるんで、ここは警戒しながらつついてきます。うん、逃げろ。うん、まあこれはこのまま押してきますよ。まあいけるかなっていう感じはあるんで。よし、やった。最後はよくできた。はい、ってことでね、結構かかりました。50分なんで、まあ途中あれしたのもあるんで、まあ45分ぐらいで決着はつくのかなっていう、戦力でやればね
いけるのかなと。あと試し試しね、今後もやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。